会津若松市の市長選挙に立候補しているのは、届け出順に新人の長谷沼邦彦さん、現職の室井翔平さん、新人の目黒翔三郎さん、新人の水野幸子さんの4人です。投票は午前7時から始まり、午前11時現在の投票率は 15.8% となっています。投票は一部を除き午後7時までで締め切られ、即日開票されます。